小劇場です。いらないんですけども、こちらにしましたこのような形で、私もあのかなり残っていたわけですね。でこの私というのは全くフラットなところから現れるものではなくて、いわゆる線路のような感じです。最初から少し水をで掘っておくわけですね。そうすると脱輪することなしに石畳でもスムーズに馬車が進んでいきます。そこを同じく何回も何回も取りますと、やがてこのように1センチ以上の深い水を渡っていただくクパイシュミアそうです。ここもサップメスお花なのが普通のお石、このように石が入っていまして、ここにこう手をかけて一応ベッドです。マッサージ用のベッドです。と待合用のベンチです。サウナです。居酒屋さんだそうです。こちら側あるいはこちら側の、この商店だったってことが分かります。商店は、このように入り口が普通の家だそうです。儲けに注意のマークだそうです。パン屋さんです。ピレスとバケツの資材が入ってまして、周りをくるくる奴隷もしくはレバーがね、回りました。そしてこの間からですね、引いた小麦が出てきたんですね。そして、その小麦をねえ、計算は何回か爆発して噴火してるんですかね。ああそっか、1回目で一応土台を潰した。やってない、うん
思うんです。赤です。商船で設けたお墓じゃないかと言われています。電光がですね、右から左まで、まあ、ほぼこの時間帯になっているんですが、17メートルの長さがあったのでですね、利用リソースの秘技というのがテーマで言われています。秘技といいますか、この建物の親方の名前を見るんですが、利用のこの子を言っていただきますと、ここでですね、一番左手の女性がですね、上半身裸になって洋服を着た女性にこうもたれかかってますけども、彼女はその秘技を受けている真っ最中でして、向かい合っている女性にこう鞭を振り下ろされているシーンなんですね。鞭がちょっと見えにくいんですけども、鞭の痛みに耐えるように横にいる女性の膝にこう上半身を含まってですね、痛みに耐えている様子ですね。秘技を受けているシーン、痛みに耐えているシーンですね。なぜかその横でこう優雅に踊っている女性、こういうのも全然意味不明なわけなんですけども、そして最後にこの右手の手前、一番手前側ですね、これからその儀式が終わって、おそらくその結婚式をするための入信の儀式ではないかと言われています。その美容室の儀式ですね。ですからここで髪の毛を溶かしてもらって、あなたの手前で、この下にですね、大きな貯水槽がありまして、水溜めがありまして、そこに長靴が溜まりまして、溜まったお水を、井戸のような形でこう吊るぶりで引き上げて生活用品として使っているわけですね。こちらが仕事と平和の作る仕事ということで、ね、まあ、こういった工場などもですね、設置されているわけです。もちろん木でできている部分は、これはおそらく当時はこんなものを使っただろうという想像によって復元したもので、当時のものではありません、木の部分に関してはね。奥のところのこれだけ本物だそうです。あとは修復です。いくつかは今日見ていただいたようなその場所、本来のオリジナルの場所に置いてあるものもあったんですけれどもね。イタリア国内の遺跡といたしましてはね、最もたくさんのお客様がお越しいただくのがこちらのポンペになります。